サントリーはシンガポールのチャンギ空港ターミナル3にサントリー初となるトラベルリテールブティックをオープンしました。ここでのオリジナルウイスキーはシンガポールの新しいサントリーブティックで発表されたばかりの工芸コレクション2024日本の着物エディションです。サントリーは日本の伝統的な工芸職人と協力して山崎と白州どちらもピーテッドモルトを使用しスパニッシュオークで熟成したウイスキーをセットでこの新しいブティックで販売します。2024工芸コレクションは1555年以来上質な日本の着物を作り続けることで高く評価されている。京都の共有前後服店地層とのコラボレーションにより誕生しており、ウイスキーのボトルのラベルや箱にそれぞれの蒸留所の歴史などを記載した和紙を貼り付けています。山崎ピーテッドモルトスパニッシュオークは蒸留所の周囲を流れる3つの川が合流する静けさをイメージし、流れる雲を思わせるゴールドのスタンプでデザインされています。白州ピーテッドモルトスパニッシュオークは蒸留所を取り囲む緑豊かな南アルプスを映す緑豊かな山腹の景観と森の雲や着物を思わせるシルバーのスタンプでデザインされています。どちらのウイスキーもアルコール度数 43% で2024年4月1日よりシンガポールのチャンギ空港を含む一部の空港で発売されます。カルト的人気を誇る蒸留所ポートエレンが再開したことは大変嬉しく大きなニュースとして発表されました。そしてさらにあのローランドの王と呼ばれる蒸留所も再開します。その蒸留所は30年前の1993年に閉鎖されたローズバンク蒸留所です。2017年にイアン・マクロード・ディスティラーズが買収したこの人気の蒸留所は約8000万ポンド104億円を投資し、4年間にわたる修復プロジェクトを経て営業を再開。そして2024年6月7日についに最初の訪問者を迎える予定です。ついに再開を果たすローズバンクは元の蒸留所の建物の一部と現代建築を融合し、美しい建物としてもアップデートされています。蒸留所のビクトリア様式の赤レンガ造りはフォース&クライド運河に面しており、建物の正面からはガラス張りの新しい蒸留室が見えます。ポートエレンもガラス張りで外からポットスチルが見えるような形になっていたので、この見せ方はこれからのトレンドになるかもしれませんね。この蒸留室には以前のローズバンクで使用していたポットスチルを正確にコピーして作られたポットスチルが鎮座しています。貯蔵庫はダンネージスタイルで歴史ある倉庫のレンガを使って建てられ、過去のローズバンクが貯蔵された樽と新しいローズバンクが貯蔵された樽が一緒に保管されています。蒸留所の象徴の一つである108フィート約32メートルの煙突も修復され、蒸留所があるフォルカークの空に輝いています。美しい外観の蒸留所の内部には6つの素晴らしいテイスティングルームがあり、そこで様々なウイスキーが楽しめるようです。テイスティングルーム以外にも非常に貴重で熟成した過去のローズバンクのウイスキーを楽しめるツアーも開催されます。ツアーは蒸留所の限定商品で溢れるショップで終了し、ゲストはそこでシングルカスク、グローバルリリース、蒸留所限定品などのローズバンク蒸留所限定のウイスキーを購入することが可能です。ツアーは1人当たり25ポンドから最大300ポンドの料金で体験できます。知る人ぞ知るウイスキーであり、ホワイト&マッカイのキーモルトでもある北ハイランドで作られるウイスキーのダルモア。そのダルモアがスコットランドのデザイン博物館 V&A ガンディとのコラボウイスキールミナリーシリーズの第2弾を発表しました。このコラボは2020年から開始しており、第2弾となる今回はルミナリーザレアとルミナリーザコレクティブの2本が発表となりました。ルミナリーザレア2024エディションはポート、シェリー、バーボンタルのブレンドで仕上げられた49年の熟成年数を誇るシングルモルトでアルコール度数 40.6% です。
このウイスキーが込められたデカンタ3本とガラス彫刻2体のみが制作され、そのうちの1体はサザビーズでオークションにかけられ、収益はすべてスコットランドのデザイン博物館 V&A ガンディに寄付されます。なんとも素敵なデザインですね。もう一つのルミナリーザコレクティブル2024エディションは、最初はバーボンタルで熟成し、その後ポートとシェリータルでフィニッシュをしています。このウイスキーは16年の熟成をしており、さらに最後にバルモアではかなり希少なピートをまとったウイスキーが 0.5% ほどブレンドされていて、アルコール度数は 48.6% です。このボトルはザレアの彫刻の渦巻くようなデザインを反映した専用のケースに収められています。2万セットの限定販売で、希望小売価格は$350、約53,000円で、4月2日から世界の主要な高級品、専門店、旅行用品の小売店で販売されます。アイルランドの伝統的なウイスキー、ポットスチルウイスキーの生産に力を入れるレッドブレストは、2024年ワールドウイスキーアワードでレッドブレスト21年がワールドベストポットスチルのタイトルを獲得しています。そんなレッドブレストからアイルランドのダブリンとコーク空港の免税店のみで限定販売されるウイスキーが発表されました。このレッドブレストクワトロバリレスエディションは、バーボンカスク、オロロソシェリーバット、プニーポートホグスヘッド、そしてヨーロピアンオークのバージンカスクの4つの樽で熟成したウイスキーがブレンドされています。クワトロバリレストはスペイン語で4つの樽を意味しています。レッドブレストでも人気の高いルスタウエディションやプニーポートカスクエディションレッドと同じレッドブレストイベリアンシリーズの最新作となっています。レッドブレストはシェリータルで熟成するため、赤みを帯びた色調に仕上がります。コマドリの赤い胸を意味するレッドブレストという名もウイスキーの赤色にちなんで名付けられています。このコマドリの姿は各ボトルのラベルにも描かれ、12年から15年、21年と順番に並べると小鳥が飛び立つようにデザインされています。レッドブレストのテイスティングノートによると、このウイスキーには甘いスパイス、タンニン、ダークベリー、ほのかに多くの香りがあり、それぞれがイベリア半島の伝統の一部を表しているといいます。アルコール度数は 46%、 1本108ユーロ、 18,000円で限定販売されています。3回ポットスチルで蒸留をして作られる珍しいバーボン、ウッドフォードリザーブが、ケンタッキーダービーの公式バーボンであることは有名です。実は、そのケンタッキーダービーとの関係は、蒸留所が最初の記念ボトルを発表した、1999年にまで遡ります。2024年に迎える、150回目のダービーを記念して、これまでで最も希少なウッドフォードリザーブダービーバカラエディションを発表しました。このウイスキーは新樽で熟成された後に XO コニャック樽に移されます。そしてさらにケンタッキーダービーが行われるチャーチルダウンズ競馬場にアメリカンオークの樽を運び、2ヶ月間かけて新たにシーズニングを施した特注の樽で3回目の熟成が行われます。今までのウッドフォードリザーブの中でも特に最高級品として仕上げられたこのウッドフォードリザーブは、特別なバカラのボトルで提供されます。このバカラのクリスタルボトルはダービー勝者全員が受け取るバラの花輪へのオマージュとして、ボトルにはクリスタルストッパーが施されています。 24K ゴールドが注入され、ルビーレッドの色を作り出しています。ダービー観戦者が愛用する帽子を運ぶケースへのオマージュを意味する革製のキャリングケースに入れて提供されます。ウッドフォードリザーブダービー150周年記念バカラエディションは150本のみ販売されており、価格は$15,000、約230万円で、これはこれまでで最も高価なウッドフォードリザーブとなります。ジャック・ダニエルと F1 のマクラーレンレーシングは、
2023年から複数年にわたるパートナーシップを結ぶことを発表しました。そのパートナーシップを記念して販売されるのがこのウイスキーです。ジャック・ダニエルは1866年に創業しており、ウイスキー製造において155年以上の伝統を持つアメリカ最古の蒸留所です。そしてマクラーレン・レーシングは1963年にレーシングドライバーのブルース・マクラーレンによって設立され、1966年に初めて F1 レースに参戦しています。そんなマクラーレン・レーシングの特徴であるオレンジ色はパパイヤオレンジと呼ばれ、創業当初からマクラーレンの代名詞となっています。このリミテッドエディションとして発表されたウイスキーの中身は通常のジャック・ダニエルと何ら変わりません。いつも通りのジャック・ダニエルのマッシュビルで、トウモロコシ 80%、大麦麦芽 12%、ライ麦 8% で構成され、リンチバーグで蒸留され、10フィートの木炭を通して、適化することでまろやかになります。特徴的なのは、パッケージのデザインとカラーリングです。ボトルネックのラッパーには、マクラーレンの象徴的な、スーッチュロゴが描かれています。これは、スピーディキウイと呼ばれており、その起源は、創設者、ブルース・マクラーレンが、ニュージーランドで幼少期を過ごしたことに由来します。ニュージーランドの国鳥であるキウイと呼ばれるこの鳥は、60年代初頭に、マクラーレンの F1 マシンに飾られており、その後より、スピード感を表すような形へと変化していき、現在のロゴに至りました。ジャック・ダニエル、マクラーレン・レーシング、リミテッドエディションは、アメリカでは1リットルボトルで世界中の F1 レースが開催される年では700ミリリットルボトルで販売されていきます。2023年10月からロンドンのヒースロー空港にはグレンモーレンジーの専門店がありますが、そこだけの限定品としてグレンモーレンジー25年の販売が発表されました。この免税店の限定品として販売されるグレンモーレンジーは、1000本のみの限定で販売されます。グレンモーレンジーといえば、ポットスチルの高さが、成人のキリンの大きさと、ほぼ一緒であることから、キリンをブランドのシンボルに添え、キリンの保全活動も行っています。そんな免税店限定のグレンモーレンジー25年は、はじめにバーボンタルで10年間熟成され、その後、トマール赤ワインのフレンチオークタルに詰められ、さらに15年間の熟成がされます。トマールはブルゴーニュ地方の一部であるコート・ド・ボーヌにある名称で、ローマの豊穣の女神、トモナにちなんで名付けられました。この地域はピノノワールのブドウから力強いワインを生産することで知られています。ビル・ラムズデンは、初めて味わった時、その複雑さは信じられませんでした。香りは非常に芳香があり、レモンシャーベット、プラム、チェリー、蜂蜜の香りが漂います。味はまるでフルーツバスケットのようなものです。赤くてジューシーなリンゴ、ハニーデューメロン、結晶化したジンジャー、そして、ほのかにミルクチョコレートの風味が感じられます。世界中の旅行者にきっと味わっていただける美味しいウイスキーです。と述べています。アルコール度数は 51.6% で、1本2100ポンド、40万円で販売されます。今のところはヒースロー空港のみで販売されますが、時間の経過とともに他の免税店でも販売される予定です。My fault, but when I noticed it was far too